高山城は、岡山県総社市西郡に所在する日本の城跡。城は山頂に、福山城のある福山の北にせり出した、標高164メートルの尾根城にある。眼下に、山陽道を見下ろす要衝である。総社市指定史跡。遠距年間前後に、小助ケによって築城されたらしい。助ケは、現行の辺では、 北条中時に従うも、安藤元丸ラと共に、現行三年に、大海の万馬塾で討ち死にしたとある。少子氏がついで在場したが、少子生以降、大江年間には、石川氏へと城主が変わった。石川氏は、備中守護、細川氏の悲観となり、備中南部で有力な勢力を形成している。戦国時代には、 備中の派遣は、毛利氏と結んだ三村氏のものとなり、石川氏も三村氏の宴席となってその一億を担うようになる。a 6十0年の秋吉寺合戦では、高山城の石川久都氏は五千の兵を率いて、三村氏一万余軍に参加するも、備中勢は、総崩れとなり久市は、戦勝が元で死去する。元気二年、天子氏が備中に難下し、 孔山城にも攻め寄せた。この時、城主、石川久都氏の子、久し式は、毛利勢として、九州へ出陣しており、天子氏に屈する。その後、毛利氏の援軍を得て、幸い山城を奪還するが、やがて、毛利氏と三村氏が不仲となる。毛利氏が、三村氏の松山城を囲むと、久し式は、 義兄三村元近を救援をするため、松山城へ援軍を送る。しかし、毛利氏は、松山城を落とし元親は、切腹、久し式も自陣した。その後、幸山城には、清水総治が入り、1575年から、数年在城の後、備中高松城に今移した。さらにその後は、小早川高陰の持ち城となったが、江戸時代初期には、 廃場となった。上席は1975年年2月3日、総舎市指定主席に指定された。ありがとうございます。